皆さんおはようございます。占いカリスマ美容師の桑原美智代です。いつも私の、誕生日動画占いをご覧いただきましてありがとうございます。実は私は名前を変えています。生命判断によって変えているんですが、桑原美智代の子美智という字は本名ではありません。しかしこの名前を変えて25の時ですか、変えたのが。それから10年ほど使いまして、でそれをその事実をもって、今度は法務局の方に行きまして、そして戸籍上も変える手続きをいたしました。でその10年間使ったという実績が認められまして、戸籍上も変えています。ですから今私が戸籍謄本を取ると解明のためという一項目がつきますけども、新しい名前が本名になっているわけです。はい、ですから記名とか変名、例えば、この名前のまま子供がに、小学校に入学するとみんなから冷やかされたりいじめられたりするんじゃないかとかって、そういう変わった名前とかそういった場合には親の申し立てによって変えることはできます。意外と簡単に変えられるそうです。ところが普通の名前を、変えるとなかなか戸籍上の手続きも煩雑になりますので、あまり受理されるケースはないそうです。ところが私のように10年間その名前を2つの名前を持っていろいろなこう不自由なことがあったということを、その申し立てを書面で申し立てをすると変えていただけたというわけです。その費用も書類印紙代みたいな形で4,000〜5,000〜6,000円しないで、終わったような気がいたします。ですからもし、興味のある方はですね、名前を変えるということは可能であるということを、情報としてお伝えいたしておきます。ただ名前は新しく名前を変えた場合にはそれをこう使わなければなりません。使えば使うほどその古い名前がどん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 こう遠くの方に行って、新しい名前が自分のものに身についてきます。そのために私がやったのは2年間毎日ノートに新しい名前を、フルネームですけども書いて1時間毎日書きました。それを2年間続けました。そうしていくうちにですね、最初はちょっとやっぱり、ちょっとすっきりすんなりと入らなかった名前がだんだんもう自分のものになっていって、今はもう当然この新しい名前で生活している時間の方がずっと長いわけですから、本当に自分のものになってきています。また、次回もいろいろな、占い、生命判断、手相、人相などについての情報を随時お伝えしたいと思います。お楽しみにしてください。ありがとうございます。可能であるということを情報としてお伝えいたしておきます。ただ名前は新しく名前を変えた場合にはそれをこう使わなければなりません。使えば使うほどその古い名前がどん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 こう遠くの方に行って、新しい名前が自分のものに身についてきます。そのために私がやったのは2年間毎日ノートに新しい名前を、フルネームですけども書いて1時間毎日書きました。それを2年間続けました。そうして、ところが私のように10年間その名前を2つの名前を持っていろいろなこう不自由なことがあったということを、その申し立てを書面で申し立てをすると書いていただけたというわけです。その費用も、書類印紙代みたいな形で4,000〜5,000〜6,000円しないで、終わったような気がいたします。ですからもし、興味のある方はですね、名前を変えるということは。皆さんおはようございます。占いカリスマ美容師の桑原美智代です。いつも私の、誕生日動画占いをご覧いただきましてありがとうございます。実は私は名前を変えています。生命判断によって変えているんですが、桑原美智代の子美智という字は本名ではありません。しかしこの名前を変えて25の時ですか、変えたのが。
それから、はい、ですから記名とか変名、例えば、この名前のまま子供がに、小学校に入学するとみんなから冷やかされたりいじめられたりするんじゃないかとかって、そういう変わった名前とかそういった場合には、あの親の申し立てによって変えることはできます。意外と簡単に変えられるそうです。ところが普通の名前を、変えるとなかなか戸籍上の手続きも煩雑になりますので、あまり受理されるケースはないそうです。10年ほど使いまして、でそれをその事実をもって、今度は法務局の方に行きまして、そして戸籍上も変える手続きをいたしました。でその10年間使ったという実績が認められまして、戸籍上も変えています。ですから今私が戸籍謄本を取ると改名のためという1項目がつきますけども、新しい名前が本名になっているわけです。